大崎一氏1月10日隊は日本の文部官僚。東京出身。1955年京都大学法学部卒業後、文部省入省。文部省の中枢を歩み、筑波大学を作った学術行政の官僚。国が大学へ研究委託する道を制度化し、科学立国への基礎を築いた。教職員養成課長、大学課長。 高等教育計画課長、官房総務課長、学術国際局の審議官、学術国際局長、高等教育局長、1988年まで文化庁長官、日本学術振興会理事長等を歴任。1988から90年、東京国立近代美術館館長。2001年、戦後大学改革の研究により、京都大学博士。 現在、人間文化研究機構機構長特別顧問、IDE 大学協会副会長、大英帝国勲章を受訓、1955年京都大学法学部卒業、2001年戦後大学改革の研究により、京都大学博士、管理局振興課課長発作時、第一次、ベビーブームを前にして、私学女性が大きな問題となっていた。 法律で臨時の調査会を作り、事務法を務めた。その成果は、臨時私立学校振興方策調査会の答申として残っており、私学問題に関する最初の白書も出した。大学紛争後に大学課長を務めて、大学改革に着手する。大学自主改革を促進させ、新構想大学として、筑波大学を創設。学術振興会では出資金により、 未来開拓学術研究を開始。未来開拓学術研究は科学の技術の研究は未来に対する投資であり、研究の成果は日本の未来、人類の未来のための知的財産というコンセプト。ありがとうございます。